エミーリオ・カランサ・エミリオ・カランサ・ロドリゲスは、メキシコのパイロットである。メキシコシティからニューヨークへの単独無着陸飛行を行い、メキシコのリンドバーグと称えられたが、ニューヨークからの帰途に、事故死した。メキシコの大統領となったベヌスティアーノ・カランサの甥いの、息子であり、メキシコの航空のパイオニアである、アルベルト・サリナス・カランサの甥いである。18歳で、 ソノラ州で焼きインディアンの反乱の鎮圧に参加し、さらにアドルフォデラウェルタの起こした内乱の鎮圧功績があった。ソノラでは事故に遭い、顔面にプラチナのネジを使った手術を受けた。22歳であった1928年5月24日から25日にかけて、サンディエゴからカリフォルニアまでの約 3000km の単独無着陸飛行を行った。 18時間半に及ぶ、この飛行は単独無着陸飛行としては、当時、世界で3番目の長い飛行であった。1927年に、リンドバーグがニューヨークから、メキシコシティへ、訪問飛行したのに対する東礼飛行として1928年、メキシコシティから、ロングアイランドのルーズベルト飛行場まで飛行し、ニューヨークで、 アメリカ商務大臣のハーバート・フーバーとニューヨーク市長、ジミー・ウォーカーの歓迎を受けた。その木と、ニュージャージー州南部のパインランズ上空を飛行中に、雷雨に相墜落した。翌日遺体が発見された。22歳没。2007年に、ロバート・エイエモンズ・ジュニアによって、エミリオ・カランサに関するドキュメンタリー映画が作られた。ありがとうございます。